こんにちは。栃木県民35歳、中二気質の癒しと好きをお届けしたいと思っております。シーカ・アンヌです。今回はですね、私、癒し系栃木県民 VTuber を名乗っておりますので、生粋の真の栃木県民であるということをですね、しかと皆様にお届けしようと思いまして、栃木県民クイズに挑戦してみたいと思っております。頑張るぞー頑張ります。では、行きましょう。はい、それでは栃木県クイズをやっていきたいと思います。緊張です。こちらですね、栃木県面白雑学クイズ全20問、県民しか解けない食べ物や方言、難読地名あるあるなどということで、20問あれば結構ね、栃木県民レベルがわかると思うので、早速やっていきたいと思います。よかったら皆様も一緒にやってみてください。ではでは第1問、ダダン。あ、ちなみにこれですね、栃木県この辺にございます詳しく書いてくださってありがとうございます。おっとっとっと、ちょっと慣れないことですいません。いろいろ画面がうるさく動くかもしれませんが、ご了承ください。ではでは第1問、栃木県が生産量全国1位を誇るとちおとめ、このブランド名の果物は何でしょうか。これは分かりやすいですね。こちら、いちごでしょう。3番。うん。これは割と簡単なのでは?じゃじゃーん。はい。ということで、いちご正解です。正解数はね、アナログでちょっとメモしていきます。はい。栃木県はいちごの生産量が昭和43年から半世紀近くにわたり全国1位です。そうなんだ。すごい。最近は高級いちごスカイベリーや新種のとちあいかなども登場し、栃木県のいちご市場はさらなる発展を遂げています。なんか勉強になりますね半世紀って50年ってことで合ってるかな。はい、次行きましょう。第2問。あ、ちょっとちょっと、なんか答え出てる。あ、ちょっとちょっと、見なかったことにしてもらって、あれなんで出てた。あ、見なかったことにしてもらってはい、第2問、栃木県佐野市の人気公式マスコットキャラクターは次のうち誰でしょうか。佐野助、佐野丸、佐野田。これはね、私知ってるんで、すいません。さっきちょっとね、答え出てたですけど、2番佐野丸です。これ皆さん大丈夫かしら?置いてってる?じゃらん。はい、佐野丸です。説明ちょっと読んでみましょう。2011年に栃木県佐野市の公式マスコットキャラクターに就任した佐野丸くん。佐野丸くんは、佐野の特産品を詰め込んだ用紙をしており、ほう、前髪は佐野ラーメンの太、ん?中太縮め連麺、言えてた。中太縮め連麺、言えてないな。中太縮れ麺、頭に、佐野とデザインされたラーメン丼をかぶった犬です。あー、これ私知ってる。腰に刺している刀は、佐野名物の芋フライ。佐野市の城下町に住んでいます。すごい設定ちゃんとしてる。また2013年にゆるキャラグランプリ王者に輝きました。ありがとうございます。栃木県民を代表してありがとうございます。投票してくださった皆様、これはね、この辺までは結構全国的に分かっている感じかなと思うんですけど、第3問行ってみましょう。じゃらん。おっとっと、行き過ぎた。栃木県の県庁所在地は次のうちどこでしょうか。あー、これはもしかしてご存じない方もいらっしゃるか。1、宇都宮。2、栃木市。3、那須塩原市。わかるでしょうか?私はわかっておりますので、サクッといきますね。1番、宇都宮市です。じゃん。答えはここ。はい、正解ですね。あ、ちょっと。さっき、聞き忘れてた。宇都宮市は、栃木県の中部に位置する市です。中核市にも指定されており、栃木県にとっての中心都市として機能しております。うん。
アニメイトには大変お世話になっております、北関東最大の都市で首都圏の都市の中でも10番目に多い人口を誇っています。あ、そうなの？北関東ってお隣の群馬と茨城と栃木の中で10番目、よくわからん。あ、違う違う、3県の中では最大なんだ。何かとね、比べられがちですからね、群馬と茨城とはね。全く敵対心は私はございませんが茨城の友達とか仲いいしなじゃあ次4問目行きましょう。栃木県にある徳川家康を祀っている神社の名前は何でしょうか。1番宇都宮神社、2番、何これ、鹿島香取神社、3番、日光東照宮。ちょっと読み方違ったらすみません。これは私存じておりますので皆様はご存知でしょうか、これは3番です。はい、答え見てみましょう。合ってた、はい、4問目も正解。日光東照宮、日光東照宮は栃木県日光市にある神社です。江戸幕府の初代将軍徳川家康を祀っており、全国にあり東照宮の方総本社です。めっちゃ噛んどる。家康の孫にあたる徳川家光は家康を大変尊敬しており、現在の日光東照宮を作りました。なるほど。例えば徳川家康って来年の大河ドラマのね、テーマになる方なので、またフューチャーされるのではないかな。栃木県民としても期待しております。では次行きましょう。第5問、この辺、栃木県の方言では言葉の最後、語尾のイントネーションに特徴があります。どんな特徴があるでしょうか。語尾が下がる、語尾が上がる、語尾を伸ばさず切る。多分どこだっけ、だから上がるんですよね。2番かな。答えを見てみましょう。じゃらん、合ってた、語尾が上がります。栃木県の方言は栃木弁と呼ばれ、そうなの、その大きな特徴は語尾のイントネーションが上がることです。ってことは私も結構上がってんのかなまた語尾を伸ばすのも特徴です。なるほどね。5問正解ですね。さすが栃木県民 VTuber 名乗ってるだけあるでしょ。6問栃木県にはあるものがありません。何がないでしょうか。これ分かりやすいぞ。海、山、川。よく言います。栃木県は海なし県ということで1番ですね。答え見てみましょう。はい、海です。47都道府県で海がない内陸県は8県しかないんだね。栃木県もそのうちの一つです。ちなみに最寄りの海は茨城県沿いにある太平洋です。海に行くときはいつも茨城県にお世話になっております。ありがとうございます。では第7問いってみましょう。栃木弁で怖いの意味は2つあり、1つは硬い、もう1つは何でしょうか。え、怖いって硬いの意味あんだ、それを知らなかった。1番バカ、2番嫌い、3番疲れた。これはね、私は知っているのです。こちら3番疲れたです。答え見てみましょう。はい、正解です。怖いは栃木弁で疲れたという意味で、重労働をした時によく出てくる言葉だそう。そうね、あんまり今の人言わない気がしますけど、ちなみに硬いは栃木県の南側でよく使われていたそうですが、近年使う人は減ってきているそうです。そうですね、私も硬いは知らんかった。栃木県の北部の方の人間なので知らんかったですね。あ、7問目も OK。 次いきますね。8問目、だらん、宇都宮市にある町の読み方は次のうちどれでしょうか。1番駒井町、2番駒入町、3番駒池町。
これは結構難しいのではないでしょうか。私は多分これだってわかる。2番、コマニューでいきましょう。じゃん。合ってた。コマニュー町。そう読みますね。宇都宮市の西側に位置し、そうなんだ。縄文古墳時代の遺跡が発掘されるなど、歴史の色が濃い町です。勉強なる。行ったことはないかもしれない。通ったことはあるかもしれない。はい、8問目は正解。10問目くらいまでは行きたいですよね、まずね。9問目。栃木県日光市にある川の読み方は次のうちどれでしょうか。これ割とテレビでも見る。1番、鬼おこ川。おこだぞ。2番、木戸川。3番、絹川。わかりますか？こちら、3番です。いきましょう。じゃん、絹川。正解。こちら、絹川と読みます。日本三大河川の利根川に合流する大きな川で、栃木県内の主要都市の水源としても利用されています。勉強なる。次行きましょう。あ、ちょっと正解を書き込み忘れ。10問目、じゃらん。栃木県宇都宮市にある地域、これの読み方は次のうちどれでしょうか。徳次郎町、徳次郎町、徳城町。これは正直わからない。徳次郎町じゃないのかな。1番、よし。答えは2番の徳次郎町でした。勉強します。徳次郎町、こちら宇都宮市、なんだ、富宮地区かな、の中心部の町です。以前は徳次郎町でしたが、おーい、そうなの。2021年3月より徳次郎町に変更になりました。変更しちゃったのか。惜しかった。ということで、9問か。読むんでしたね。次行きましょうか。気を取り直してね。行きましょう。残り後半10問です。行きましょう。ここからちょっと難しいかも。11問目。栃木県の郷土料理、下疲れに使われる魚は何でしょうか。おー、これわかる。イワシ、サケ、アジ。あれ、マグロじゃないんだ。ということは、2番、鮭ですね。じゃらん。はい、合ってた。これなんかちょっと、私にとってはラッキー問題だったかな。マグロあったら間違ってた。栃木県の郷土料理、下疲れは、無病息災を祈り、栃木県内で古くから作られている郷土料理ですって書いてある。私も食べたことあるんですけど、個人的には美味しいです。好きです。結構、好き嫌い分かれる料理みたいなんですけど。大根や人参、油揚げ、酒粕、大豆、そして鮭の頭などを入れて煮込みます。私が食べたお宅の下疲れは美味しかったな。シイカ系ではですね、あんまり出てこなかったんですけど。なので大人になってから下疲れ食べました。美味しかったです。今ちょっとすいませんね、お腹の音入ったかな。ちょっとお昼前なんで許してください。撮ってるのお昼前なんです。じゃあ12問目いきましょう。じゃん。栃木県で制定されているものは次のうちどれでしょうか。栃木県民体操、栃木県民の歌、栃木県民のダンス。1と3はわからないんですけど、2番は私一番最初に歌ってますんでね。栃木県民の歌だと信じます。2番。よし、答え。お腹鳴ってる。嘘でしょ。栃木県民のダンスだって。間違っとる。なんてこった。解説読みましょう。栃木県には1962年に県が制定した栃木県民の歌があります。そうだよね。
60年代は各都道府県で県民の歌を制定する動きがあり、その波に乗る形で憲章と一緒に公募を実施しました。そして歌詞に最もマッチし、健康で明るく気品の高い作品と称された歌が選ばれ、現在の栃木県民の歌として制定されました。ってことはこれ2番が正解、もしかしてこれ誤記かな。誤記かも。ってことはそうだよね、歌が制定されたって書いてあるもん、歌でいいんだよね。じゃあ正解。うん、待って、なんか書くの忘れて大丈夫か。次13問いこう。よいしょ。栃木弁で嘘はどういうでしょうか。嘘、うじゃっぺ、のじゃっぺ、ごじゃっぺ。多分これかなっていうのわかるんですけど、私の回答は3番ごじゃっぺ。いきます。じゃん、合ってた。栃木弁で嘘はごじゃっぺと言います。ちなみに栃木弁は語尾にぺやぺようがつきがちです。確かにね、言いがち。ということでこちらも合っている。14問目いきましょう。宇都宮駅西口に設置されている石像は、宇都宮市で人気のある食べ物をモチーフにしています。一体何の食べ物でしょうか。これもね、栃木県民なら簡単でございます。1ハンバーグ、2ラーメン、3餃子。3餃子です。答えを見てみましょう。合ってますね。宇都宮駅西口に設置されている石像は、餃子をモチーフにした餃子像です。このいでたちは、ヴィーナスが餃子の皮に包まれた餃子のヴィーナスで、1994年にテレビ番組の町おこし企画で作られました。そうなの？テレビ番組の企画で作られたんだ。すごい、今にしたらめちゃめちゃ有名ですからね。いやー、知らんかった。ありがとうございます。教えてくださって。では引き続きまして第15問。栃木県に隣接している豆腐県はいくつあるでしょうか。2つ3つ4つ。隣接、群馬、茨城、福島、埼玉、4だと思いますね。はい、ファイナルアンサーです。いきます。じゃん、あってたー。4つ、正解。栃木県は福島県、茨城県、群馬県、埼玉県と隣接し、関東地方首都圏に属しています。また茨城県や群馬県とともに北関東を構成しています。なんか強いな、北関東っていうこのね、構成してるって強いね。パワーワードだな。ではでは次16問目いきましょう。栃木県で一番高い山は次のうちどれでしょうか。南大山、白根山、女峰山。なんか聞いたことあるのは南大山なので、一番の南大山でファイナルアンサー。答えを見てみましょう。パッ。いや、来てしまいました。白根さん聞いたことない。知らねえな、の白根さんでしょうか。はい、読んでいきましょう。白根さんは栃木県日光市と群馬県利根郡の境界にある2578メートルある大きな山です。そうなんだ。活火山のため噴火の恐れもあり、そうなの、常に観察されています。名前の白根は峰が雪で白くなる様子を形容しつけられました。わー、勉強になりました。一番高いのは白根山なんですね。ありがとうございます。はい、気を取り直しますよ。17問目いってみましょう。栃木県はどの平野に属しているでしょうか。うわー、こういうのちょっと苦手。関東平野、相模平野、足利平野。はー、関東平野であれ、1番でお願いします。よいしょ。あー、よかった。はい、当たり。ちょっと勘ですけどね。関東平野は栃木県を含む関東地方の1都6県にまたがる日本最大の平野です。国土面積の 5% を占めるほどで、大きさは四国の面積と近く広大です。おお。
気候は温帯で太平洋側気候に属しています。なんか理科とかな感じですね。社会か社会的な勉強になりますね。では18問目いきましょう。栃木県日光市にある、なんだこれの読み方は次のうちどれでしょうか。独光沢、特古沢、独古沢は知らない。どうしよう。3番にしとこうかな。勘で、栃木県民の勘で、独古沢。違いました。2番特古沢でした。ニヤニヤしちゃった、特古沢と山沢です。日光市にある地域で弘法大師のゆかりの地として知られています。そうなんだ。また自然豊かな地域で、昔は炭焼きや大根の栽培などが盛んでしたが、現在は若者がいなくなり限界集落となっております。なんかこれもまたパワーワードですね。限界集落。特古沢覚えてられるかな。でも気を取り直して19問目いこう。栃木県芳賀郡芳賀町にある地域、これこれの読み方は次のうちどれでしょうか。うわー、ウバガイ、ソボイ、ウボガイ。うわ、これもわかんない。2番ソボイであれ、勘でソボイ行きましょう。ウバガイだった。ウバガイは人口は3000人を切っている小さな集落です。芳賀町の役場がある地域で、町行政の中心地として機能しています。ウバガイ覚えられるかしら。勉強になりました。ありがとうございます。ん、最後ん、いや読んじゃったよすいません。栃木県にある町、これこれ町の読み方、次のうち誰でしょうか。私言っちゃってんじゃないかな。1番芳賀町、2番芳賀町、3番吉賀町。これは私にとっては馴染みが深いのでわかります。1番芳賀町でファイナルアンサー、答え見てみましょう。合ってた。はい、こちら芳賀町ですね。栃木県の中央東部に位置しています。芳賀郡に属し、宇都宮市通勤している人が多く住む町です。中勤って言いそうになっちゃった。はい、ということで私の正解数は11問でしたね。意外と解けてないじゃないか。あー、はい、というわけでいかがだったでしょうか。私は結果11問ということになりました。栃木県民 VTuber として20問中11問はちょっとあれ、情けないと思ったんですけど、あれ、ちょっと待ってください。11問違うな私計算できない。もう失礼しました。16問だ20問中16問正解でしたね。なので割といい方なんじゃないかな楽しんでいただけましたでしょうか。私、癒し系栃木県民 VTuber としてこれからも活動頑張りたいと思います。まあ20問中16問当たったので許していただいて次回もですね、また何かクイズにも挑戦できたらいいなと思っておりますので、面白かったぞ、頑張ったぞ、よくやったって思ってくださった方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントもよかったらお待ちしております。私は何問当たりましたとかね、よかったら書き込んでいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。お相手はシーカーアンヌでした。ありがとうございました。